本質というのは不安、恐れ、ワクワクを引き寄せる以上なんですよ。だから心の中で何を完結してるかなんですよ。でも皆さんが例えばそこで20、30、50、100、600万ですよね。600万1億ですね、失礼しました。600万って言いましたよ、さじめ7200万ですよね。あ、変えた、いいですね。成功者はコロコロ変わるんですよ。これは本当です。成功者はコロコロ変わりますからね。これ最高ですよ。名前忘れちゃいましたけども、ソフトバンクのね、孫正義いますよね。孫正義、あれのあの方の、なんかお付きみたいなやってた 人が書いた本で PDCA ってやつがあるんですよ。知ってますかね、 PDCA、 プラン、ドゥ、アクション、チェックってやつ。あの本めちゃくちゃいいですよ。ぜひ読んでいただきたいと思いますね。感動しますね。ビジネスというのはとにかく孫正義なんか朝言ったことと昼言ったことが違うんですよ。全部それをこなしていかなきゃいけない。すごい大変ですよ。あの本絶対読んでほしいですけどね。まあそんなことどうでもいいんですけども、とにかく、心の中で何を完結してるか、そして皆さんが20、30、50と決めたときに、じゃあ一体その数字誰のために何のためになんですよ。この引き寄せの法則というのは金額を決めただけじゃダメなんですよ。例えばその年収1億になりますね。この1億円一体何に使うんでしょうか。子育ての、はい、世代のお母さんのための職場を、はい、いいですね、最高です。ありがとうございます。もう一回ですか。あのもう誰のために何のためになんですよ。だから皆さんがそのお金引き寄せられるかどうかというのは上から見てる人が決めるわけですよ。この辺からだん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 怪しくなってきますよ。僕の話超怪しいからね。そして僕の話多分ね、この中で今日88人いらっしゃいますけれども、おそらく僕の話を聞けるのは 22% の人たちだけです。怪しすぎるんです僕の話は。僕は目に見えない話の研究家なので、大体こういう話はですね8割ぐらいの人は全く引き入れることができませんので、おそらくこの中の、15人ぐらいですかね、15人ぐらいの方たちが多分ハマっていく。そして後の方たちはこいつ何言ってんのって感じだと思います。僕は全然来ません気にしませんので、僕の話全く聞き入れない人多いので、そういう方はぜひ今リサーチをした方がいいと思います。ぜひパソコンを出してリサーチしてください。僕は全然気にならないです。全く気になりません。僕は15人の人のために話したいんですよ。おそらくこの15人の人人生変わりますよ。絶対変わります。 100% 変わります。なぜなら宇宙には法則があるからですよ。この法則通りに僕は成功者、僕の周りには成功者という人たちがたくさんいます。本当にたくさんいます。僕には12人の師匠がいますけども、この12人の師匠たちは本当にすごい方たちなんですよ。そしてこの方たちはなぜ成功しているのか、それは宇宙の法則を実践し続けているからですよ。皆さんの周りにもきっと企業をした、お店を開いた、何かした、在中やったって言って成功する人っているわけですよ。成功するけれどもその状態をキープしている、もしくは右肩上がりに上がり続ける人ってほぼほぼいないんですよ。どうですか、皆さんの周りにも独立した人いますよね。その人一体どうですか。始めた時は良かったけれども今はどうですか。その状態をキープしているか、右肩上がりでいるかどうか、ほぼほぼいないんじゃないんですか、そんな人たちは。なぜなんでしょうか。答えは簡単ですよ。宇宙の法則を実践していないからですよ。